ただいま安倍総裁から私の見解を求められました。昨年の秋に内閣総理大臣に就任をしました。その時に私は思ったことは、任期満了まで徹底して仕事をしなければいけないと思ったんです。なぜならば、皆さんの作ってきた負の遺産があんまり大きすぎて、3年間では解消しきれないと思っておりました。政治家にデフレはずっと皆さんの政権の時代から続いています。私どもの政権になってから GDP のギャップも縮んできている。これもやり遂げていきたい。借金の山という負の遺産もいっぱいありました。財政規律を守る国としての立て直しをしなければいけない。原子力の推進をしてきた長い間の政権がありました。でも大きくエネルギー政策を変えなければいけない。そういうことを最後までやり遂げるためには一定の時間が必要だと思っておりました。しかし今安倍総裁からもご指摘があったとおり、8月の8日当時の谷垣総裁と党首会談を行いました。その党首会談は、私が政治生命をかけるといった社会保障と税の一体改革がデッドロックに陥ったからであります。政治生命をかけるという意味は、先般の予算委員会で石破幹事長のご質問にお答えさせていただきましたが、もし果たせなかったならば、解散をするんでもない、総辞職をするんでもない、私は議員バッジを外すという覚悟で党首会談で谷垣総裁とお会いをさせていただきました。したがって、そうした政治生命をかけた会談で、谷垣総裁を騙そうなどという気持ちは全くありません。近いうちに国民の皆様の信を問うと言ったことには嘘はありませんでした。先輩方から、内閣総理大臣は公邸不愛と解散は嘘をついてもいいということを自民党政権時代には言ってた人もいるというお話もありましたが、嘘をつくつもりは私はありませんでした。